チです。リコさんプチですから大丈夫です。はい。はい、響きますね。プチに来ました。ハリケーデンからこんにちは、ビオハリです。そして今日のリコさんです。はい。ということで、なんとメンテナンスだいぶ空いちゃいましたけども、7週ぶりのメンテ、はい、っていうことですけども、先ほど、いやだいぶ悪いですね。なんか喋りにくくなってきました、僕。なんか出してます。ここら辺がなんかちょっと。本当ですか？でさっき背中腰の調子を聞いて、まあ、そっちの動画も別で撮ってるんですけども、うん、その時聞いたらだいぶボロボロ。確かに全身ボロボロですね。5年間の頻尿で、うん、まあ、治療すると結構経過良かったじゃないですか。そうですね。で前回の治療後はどれぐらいですか？治療後2、3週は良かったんですけど、はい、そこから寝れないのもあって、やっぱり何回もトイレ行っちゃうなって繰り返してますね。なるほど。月1メンテナンスぐらいがいいんですけど、なんかイライラが溜まってるんですか今？そうですね、この7週の間に結構イライラとかもあった時期もあって、その時だとほとんど寝れないので、うん、トイレばっかり3回も4回も行っちゃうような状況。自律神経だいぶ乱れてますね。はい。結構やばいですね、こんな感じです、ね、大丈夫かなこれ。ちょっと受けないようにいろいろプロテクトしてやりたいと思います。うんうん、それではゴー。夜間頻尿とか、まあ、その夜中起きちゃうとか、まあ、そういった不眠とかっていうのはビフォーアフター出せないので、はい、ちょっと動きのチェックからしていきたいなと思います。はい、では肩を動かさずに首だけ右に引いてみると、はい、おぉやばいっすね。じゃあ手を合わせてもらって、はい、おぉ某リナさん、バリに悪いですね。じゃあ、 睡眠パターンがどうだったかは、後日動画でいただくようにして、早速施術していきたいと思います。それでは、ゴー。はい、それではこれからですね、治療していきたいと思うんですけど、解説してますけども、頻尿っていうのは、今もう泌尿器科さんとかにも行ってますので、問題ないと経過観察ってことなんですけども、まあ、結果があるじゃないですか。で、根底にあるのは、頻尿とかっていうのは局所なんで、例えばまあ薬でコントロールするとかっても対症療法なんで治してないんですね。で根本は自律神経の乱れとか、そこを整える、そして経絡的なエネルギーのバランスの乱れっていうのもね、ここも整えられていきます。はい、なので全身調整をしていって、僕たち鍼灸が治してるんじゃなくて治る力をこう底上げしていくっていうような治療をしています。はい、そして舌をちょっとチェックしますけども、舌をベーテ出してください。はい、下の裏も見せてもらっていいですか？大毛血が溜まってますね。それでは治療していきます。ではちょっと見せてみよう。はい、多分お神経です。今までお神経の治療します。では、あー、もう乾ききった針棒がですね、いや出ちゃった感じですね。力尽きた針棒がヤモリみたいになってる針棒ですか。はい、ということでやりましたけども、でですね、ちょっとお腹を見るとですね、ここですね、やっぱり気も嫌そうですね。ここすぐですね。これ完全に陰胸脈ですね。多分疲労なんです、ね。ちょっとテスター使って調べて。消化液です。あ、もう柔らかくなりました。ここ、うん、いいですね。ちょっとここ、はい。今日は3系、4系、ノノノ、2系です。2つの経絡を動かす治療をやっていきます。ああ。はい。はい、いいですね。いい感じになってきました。いい感じになってきましたんで、リコさんの専用針を入れてもらってよろしいでしょうか。
これ何センチでしょうか。響かせて、あ、結構響きますね。はい、響いてます。良くなってくださいって喋る前からです。違います。ということで、10分ほどお休みいただきます。では、10分経ちました。はい、撮ってはい、それではうつ伏せの治療をしていきたいと思います。はい、ではですね、背中側にツボがあります。それをやっていきます。でですね、まあ、脊髄ってこう神経があってですね、そこからですね、まあ、仙骨からいろいろ神経が出てるんですけども、陰部神経っていうのが枝で出ていてですね、そこから骨盤神経層っていうのに入っていくんですよね。で、それがまあ子宮周りだったりとか、まあ、卵巣周りだったりとか、そのエリアですね、副交感神経繊維があるんですね。あと胸椎の部分からですね、交感神経繊維、骨盤神経層という束の方に入っていって、そこでまた交感神経繊維があるんです。ちなみに交感神経というのは高まると血流がちょっと低下してアクティブな神経なんですけど、副交感神経というのはリラックス神経と言われて、こうリラックスして血流が良くて、もうだらっとして寝る、回復するみたいなんです。アクティブ神経が強くなっていると、バランスが悪いんですよね。ほとんどの人はアクティブ、ニコさんは不眠だったり寝れなかったっていうのもあるじゃないですか。だからそれはアクティブになりすぎて、なんか興奮して覚醒しちゃってるって感じ。それを調整するわけですね。ということで、背中周りを軽く針をしてですね、陰部神経を攻めていきます。こっちが悪いっていうのはこう逆にここもですね、攻めていきます。全身調整なので首周りも配します。それではそろそろ行きます。ここ大事ですね。この辺から交感神経繊維が出て、針は交感神経を沈めるので、興奮を沈めてリラックス神経を高める。はい。それでは陰部神経の針をしていきますので、ちょっと。プチです。リコさん、プチですから大丈夫です。プチ長いです。はい。はい。はい、響きますね。大丈夫ですか？プチに来ました？お尻の真ん中に来ました。ポンってやってくる。大丈夫ですか？響いてますか？です。これは強刺激ですね。はい。それでは10分。では10分経ちました。針を取っていきます。はい、それでは動きをチェックしてみたいと思います。はい、それではアフターですけども、ちょっと頻尿の経過とかはですね、また 2,3 週後にですね、経過を教えて、はい、ください。では最初のですね、このこわばっているところのチェックをしていきたいと思います。はい、
手ですね、クリーミーに右手ありやった。はい。もう来ますね。おお、よかったですね。はい。はい、じゃあ手を合わせて。ひねりつきます。おお、だいぶ行きますね。だいぶ行きますね。さっきちょこっとでしたね。はい。でも、リコさんのアフターにしてはまだまだもうちょっと早めの治療が必要なので、次回はちょっと4週以内ぐらいできたらいいと思います。はい。ということで、頻尿とか不眠とかで悩んでいる方ですね、受診して何か問題はないとかですね、経過観察だったりとかという場合ですね、こう鍼灸治療と合わせて自律神経を整えて結構寝れるようになったりとかしますので、まあ、こういった治療をですね、受けてみたいという方ですね、大体こう水玉とかはまあオプションになるのでしないことが多いですけども、まあ、合わせるとね、元気になることもありますけども、またお問い合わせいただければと思います。治療院はここは研修センターですけど、横浜元町と、銀座に院がありますので、概要欄のからお問い合わせいただければなと思います。またこういった成立できる先生方が、弟子がですね、全国450人ぐらいおりますので、概要欄からお問い合わせいただければ、つなぐことができますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。で、皆さんにお願いがあるんですけど、8割、9割ぐらいの方がですね、まだチャンネル登録いただいてないので、ぜひチャンネル登録してください。で、他にも、成立の動画ですが、セルフケアの動画を配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録、高評価の方でよろしくお願いします。はい、久々見てどうでしたか。いや、生まれ変わりました。すっきりしました。良かったです。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。はい、夜間頻尿のその後の経過ですが、施術後トイレに、朝まで行かない日が、今増えてます。行っても、朝方1回とかになって、調子いいです。先生、いつも施術ありがとうございます。またよろしくお願いします。ということですけども、先ほど、いやだいぶ悪いですね、なんかちょっと喋るのが嫌、喋りにくくなってきました。へぇー。変なもん吸って、なんか出してますね。ここら辺がなんかちょっと。本当ですか？なんか、こういう感じです、今。やばいじゃないですか。やばいですよ。さっきね、お体の背中腰の調子を聞いて、まあ、そっちの動画も別で撮ってるんですけども、うん、これ聞いたらだいぶボロボロです。全身がボロボロです。